んばんは。あ、出ました出ました。はい、トミーです。よろしくお願いします。本日は、ミュージックブックですね、お越しいただきましてありがとうございます。ではですね、早速1曲目いきたいと思います。聴いてください。さよならエイジ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、1曲目聴いていただきました。さよならエレジーですね。先日2日前ですね、こちらもですね、こちらでも歌わせていただきました。渋谷さんにね、その中低音的な曲をやってみるといいよって言われて選んだ曲になりまして、ありがとうございます。ありがとうございます。僕自身この曲ね、いいなって思ってて、前から歌いたかったなって思ってて選んだ曲になります。はい、
でですね、僕最近なんかプライベート事情なんですけど、僕すごいゲームが好きなんですけど、今バイオハザードをやってまして、最近出た先月出たバイオハザードやってまして、発売日当日に買って寝ないで一生懸命やって1日でクリアしてっていう一人苦しいプレイをやってたんですけど、やっぱり1日でクリアするには僕も体力ないんだなって思って、一回その間で寝ちゃったんですよね。クリアするまで眠れませんっていう一人縛りをちょっと YouTube で流しながらやってたんですけど、ちょっと一回休憩入れて寝てまたやってクリアしたんですけど、すごいねゲーム好きなんですよ。なんか結構ねお客さんの中でもトミーゲームばっかりしすぎっていう声があったみたいで、ちょっとね渋谷さんに言われましたでもね最近はちゃんとゲームも抑えつつ練習もしてるので安心してください。はいですね、では続いての曲、皆さん知ってる曲でフェーズでもやってた曲をですねちょっとやらせていただきまして、ちょっとね2年後にですね活動休止される嵐さんの曲をやらせていただきますので、ぜひ、一緒に盛り上がってください。聴いてください。ラブソースイート。皆さんイエイエイエイを叫んでほしいです。太陽でもなくて君だと気づいた時から、あの涙ぐる雲のずっと上にはもう吠える月、ラブストーリーまた一つ傷ついた夢は昨日の彼方へ空に響いて愛の歌、 思い出ずっとずっと忘れない、空二人が離れていてもこんな好きな人に手を見せずにどうぞない、光ってもっと最高の日にそんな想い届く信じることがセテラソースイート伝えきれぬ愛しさは花になって街に降って、どこにいても君を誇り感じてる、想い出ずっとずっと忘れない、空二人が離れていてもこんな知らん人に出会う季節二度とない、誓ってもっと最後の日にかそっと想い届く信じることかせて、信じることかせてな、そうし、yeah yeah 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 yeah。ありがとうございます。
一人でね、この曲やるのね、厳しかったので、本当はユキさんに手伝ってもらいたかったなって思いました。はい。ちょっと今度やるときやりましょう。はい。はい、ということでですね、ちょっと次の曲で最後なんですけれども、その前にですね、告知の方をさせていただきたいと思います。ですね、次、僕が出演するライブがですね、来月の3月21日、ですね、あります。ミュージックブックなんですけれども、こちらのゼノンさんでやらせていただきまして、今日は夜なんですけど、その3月21日はお昼のライブとなります。はい。でですね、新人さんとかも出ると思いますので、ぜひ、新人さんまだ会ったことないよっていう方はですね、ぜひぜひ、女の子も男の子もいらっしゃいますので、たくさんのお客さんに来てほしいなと思ってますので、ぜひお越しいただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、今決まっているライブがその3月の21日なので、ちょっとね、詳細はまた後日ツイッターの方に出しますので、ちょっとチェック、僕のツイートもチェックしてみてください。はい、ツイッターやってます。はい、では最後の曲に行きたいと思います。っていうの欲しいな。最後の曲に行きます。ありがとうございます。はい、ではですね、最後の曲、クラクラワンダーランドを聴いてください。
い出す君の顔も溢れちゃうほど止まんなく支配されてるみたい。溢れる思い続かれると心もない。いつまで経っても変わらない。そんな二人がいいんじゃない。どんな時でも君はどこかに言えないそうな上手い綺麗なこのまま夜が来ない魔法だけで溢れる。もうグラグラわからん君が笑ったら溢れるような夢が見える。朝が来ても消えないように何度も笑わせよう。二人のまんならくの今からどうわからないで、そうも切ないでキラキラに光る君が明日を以上トミーでした。ありがとうございました。この後ですね、たくさんの出演者さん出ますので楽しんでいってください。ありがとうございました。